親友だった彼が行ってから10年颯爽としていた友、嘘つきでやんちゃだった友、泣き虫で友情に熱く独りよがりだった友。饒舌で見えっ張り、酒飲みの女好き、ロマンチックなサディスト、先見の詩人、そして天才歌人だった友。そんな彼の面影は未だ僕の心から離れることはない。京介さん。はい。私です。どうしました？いえ、タバコを切らしてしまって。ああ、余分にありますよ。それはよかった。いつもすみません。さ、どうぞ。いや、2、3本いただければ。そう言わずに。僕はもうやめようと思っているんです。さ、これも一緒に。こっちはもう慣れましたか？釧路とはだいぶ様子が違うでしょう。状況は3度目なのですが、この体たらく、面目次第もありません。水臭いことを言わないでください。同郷のよしみじゃありませんか。これはハイネのブッフデルリーデルじゃないですか。ずいぶん値が張ったでしょう。未練がましいとは思いつつも、まだ文学の世界から離れたくないんです。そうは言っても僕には大した才能もないし、これからも教師をやって日々のたつきを保っていくでしょう。それに引き換え、石川君、君はかけ値なしに才能がある。こんな僕でよければ応援させてください。心よく我に働く仕事あれ、それをしとげて死なんと思う。ありがとう、京介さん。来たの挨拶に秘められたの、でも家の素晴らしい出会いの調子はいかが、次場所は最強なり、にやかさを聞きながら旧式高品称号、あんらの二つの要衝、傷つきはなぜ気分を続き終わるのだろう、まか不思議なのは僕らとて同じこと、このように言葉残せば誰が追いかけるか、鳥が泣いた夜はめくるめくる運命大河、ロマンの招待状、どこに行こうか謎かけに君が登ったら、本日も誠に聖剣なりたい。すっかりごちそうになってしまいました。いや、楽しい夜だね。酔いざましに12階まで歩きましょうか。でも石川君、そっちは。いいじゃありませんか。血と髪を撫でつけねえと出会いじゃやってね。たった今も人には言えない中の男女が中でよろしくやっているというわけです。はあ。ほら、ここなんて良さそうじゃありませんか。え、いかがです。ちょ、やめなよ。まったく、文明開化から40年、一等国が聞いて呆れる。どうしました？僕が入らないからね。
あのちょっと忘れ物をしましてね。石川くん、あの石川くん、ちょっと、おい、なんか用か。もういい加減に。された男の知り合いか。いえ、たまたま通りかかって。嘘をつけ。お前らがあちこち部屋を覗いて回っていたと何人もが証言しているんだ。訳があってこの男を探してたんじゃないのか。地上のもつれとか。ちょっと待ってください。犯人扱いされる言われは。まあまあ京介さん、発見したものを疑うのは捜査の定石です。家人の石川啄木と申します。以後お見知りおきを。ご覧の通り、死体の脇の畳に血をこすりつけたような跡があります。おそらく犯人が手についた血のりを拭き取った跡でしょう。つまり犯人の手は相当血で汚れていた。さあご覧なさい。手のひらについた血は流せても、爪の間に入った血は容易には落ちませんよ。ちなみに申しますと、机の上にあった手紙は犯人がこの男を刺した後に持ち去ったのでしょう。手紙？ほらここだけ血しぶきがかかっていないでしょう。すごいじゃないか石川くん。もういい、捜査の邪魔だ、行け。いや、石川くんの名探偵ぶりには恐れ入りました。なんてことはありませんよ。刑事にでもならなきゃお金にも化けませんし。いやいや、近頃岩井三郎という人が探偵事務所を構えて、なかなか羽振りがいいらしいよ。ほう、そうなんですか。探偵ね。考えてみれば探偵と歌人は似ているかもしれませんね。あ、石川さん入りますよ。ほらほら、ちゃっちゃと布団を上げてください。何をそんなに急いでるんだい。何度も言ってるじゃありませんか。週末はいつも教会の炊き出しがあるって。お電話ご自分で下げてくださいね。おっと、ずいぶん慌ただしいですね。何でも炊き出しがあるとかで。ああ、小石川にある教会で貧しい人たちに炊き出しをやってるんです。かよちゃん、そこでお手伝いをしてるそうですよ。それはまた小さいのに殊勝な心がけですね。ああ、これこれ見てよ、ほら。ああ、僕とぶつかったやつだ。なんでも荒川銅山の大番頭で小栗隆俊という男らしい。荒川、あの大財閥の。そう、殺されたのは小栗の家の使用人で星野辰吉。小栗はここ半年ほど辰吉に関係を強要していたが、耐えかねた辰吉に拒否され逆上して殺害。こんな顛末らしい。ふん、そういえばあの手紙は見つかったんですか。それがさ、さすがだよ石川君。小栗の屋敷の庭から凶器の包丁と一緒に見つかったって。小栗は知らぬ存ぜぬを通しているらしいけどね。うん、やはり文学を志す者はお高く止まっているだけではダメだ。精神の高潔さとともに肉欲というものも知らなければ本物の文学は書けないんじゃないかな。ふん、そういうものかな。任せてください。我が友吉井勇のためなら一肌も二肌も脱がせていただきますよ。そういや、待合で起きた殺人事件に居合わせたそうだな。ねえ。殺された辰吉の告発状には荒川銅山が鉱毒を垂れ流してると書かれていたらしいぜ。告発状？凶器と一緒に発見された手紙のことですか。ああ、何でも辰吉の身内に鉱毒の被害者がいるとかで。しかしこうも話題になったんじゃ、鼻薬を嗅がされてる政府の高官連中も見て見ぬふりとはいかないでしょうね。
辰吉が殺されたのは小栗との関係を断とうとしたからじゃなくて口封じってことなのかな。さあそいつは分からねえが、告発状にはまるで小栗を呪うかのようにドクロのような黒い血がべっとりついていたって。ドクロですって？あのちょっとよろしいでしょうか。貴様か、わしを呼び出したのは。いや僕は。見た顔だな。いえ。おい、どこでやった。先日待ち合いで。石川君。なんだ貴様は。お忙しいところご足労いただき申し訳ありません。ほら殺人事件の現場でお会いした。ん、何の用だ。君など使っていらん横槍を入れやがって。実は犯人とされている小栗隆俊は濡れ衣を着せられたようでして。バカを言うな、犯人は小栗だ。石川君。罪を犯さぬ男を犯人とし、罪を犯せし者を野放しにするは正義に戻ると言わねばなりますまい。貴様、わしを無能扱いする。石川君、私も忙しい身でね、身を切る暇があったら話を先へ進めてもらえんかね。大変失礼いたしました。なんでお前は。ご紹介が遅れて申し訳ありません。陸軍軍医総監の森林太郎先生です。これは失礼いたしました。私浅草署の大山と申します。なんでそんな人が君と。歌会の同人なんだ。ま、手よく露払いに使われたわけだ。それでこれから何が始まるのかね。面白いものをお目にかけますので見物していってください。お時間は取らせませんので。というわけで、あらましは電話でお伝えした通りですから。え？いや、分かったけど、分かってなくて。さて警部、手洗いをお借りしたいのですが。あ、荒川財閥の大番頭の邸宅ともなると大したものですね。おい、一体何をしに来たんだ。ですね、凶器の包丁とともに庭にあった告発状にはドクロのような血がべっとりと書いてあるのですが。はい、ドクロなどというのは古新聞の煽り文句だ。石川君が言うには、周囲の血の飛び方からして手紙もとい告発状には血がべっとりとはつくはずがなくて、つまり庭に落ちていた告発状は現場から持ち去られたものとは別のものなのではと。バカなことを言うな。妄想の大概にしろ。他の使用人が言い争う声を聞いている上に、見つかった告発状は確かに辰吉の筆跡だ。それに何より一緒に落ちていた包丁と辰吉の切り傷の形状も一致しておる。どう説明するんだ。簡単なことです。辰吉を殺した真犯人が凶器の包丁とともにあらかじめ辰吉に書かせておいた告発状に血をつけてこの家の庭に放り込んだんでしょう。誰が、何のために。小栗を辰吉殺しの犯人に仕立てるためにです。待ちたまえ。そうなると本物の告発状はどうなる。一体誰がどこにやったんだ。おそらく小栗が持ち去って処分したのでしょう。バカバカしい、全て貴様の妄想だ。君、小栗の書斎はどこだい。考えてみてください。殺す動機のあった男の死体のそばにご自分を告発する手紙があったらどうなさいます、京介さん。僕だったら。京介さんだったら。そんなものがあったら自分が疑われるのでこっそり持ち帰って誰にも知られないように焼いてしまうかな。
さーてお立ち会い、本物の告発状は。ほらここに。つまりこの偽の告発状を作ってまで小栗を犯人に仕立てようとした者が確かにいたということです。それにしてもよくあそこに燃やされた告発状があるって分かったね。そんなものありませんよ。え、大会社の大番頭になるような男がそんなヘマをするわけないじゃないですか。絶対に見つからない場所で始末したに決まってます。え、でもあれは手洗いに行くふりをして適当な紙を燃やして入れておいたのです。幸いよろず帳簿に偽の告発状の形なんかは詳しく書いてありましたし、いただいておいて助かりました。小栗が無実だということは庭にあった告発状が偽物であることからすでに明らかです。ただ証拠がないとあの石頭の警部が納得しないだろうと思いまして。まったく君って人は。でもだとしたら一体誰が真犯人でなぜ辰吉を殺したんだろう。真犯人は僕のような人間なのかもしれません。小腹が減りませんか。え、ああ、いや僕は特に空いてないかな。そうですか。はあ、ふるさとのふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行く。石川君、君みたいなの天才というのだな。いえ、今の歌は私が読んだんじゃありません。え、君との友情が私に読ませたんです。どうしました。行こう。え、何か精のつくものを食べて帰ろうよ。そうですか、京介さんがそうおっしゃるなら。小伝馬町にうまい牛鍋屋ができたそうです。行ってみましょう。おはよう石川君。どうぞ。天気も良いようだし散歩にでも。これは何をしているんです。いやね、家賃が滞ってしまって。え、でも先日僕が渡した金は。面目ありません、友人への返済に当ててしまい、全て私の不徳の致すところ。いやだからって出て行かなくとも。おかわいそうとは思いますが、旦那様からきつく言われておりますので。これ以上京介さんに迷惑はかけられません。短い間でしたがお世話になりました。ちょっと待っててください。まったく、こんな時によく召し上がりますね。これ式のことでうろたえては男が廃ります。やはりかよさんのつけたきゅうりの浅漬けとじゃがいもの味噌汁は絶品ですね。これはこれで別にお代をいただきますからね。はあ、よかった、まだいてくれたんですね。あれ、最後の晩餐ならぬ最後の朝餉というやつです。お、使ってください。40円ほどあります。あらあら、いいえね、へそくりがあったのを思い出しまして。Thank you.
まあ未練を断ち切って学問に打ち込むいい機会かと思ってね。京介さん、僕は死んだら、あなたを守りますよ。考えてみれば、探偵と歌人は似ているかもしれませんね。役も立つ。出雲八重垣妻ごみに八重垣作る。その八重垣を、そう、スサノオノミコトが読んだ古より歌人は日々感性を研ぎ澄ませ、ビビたる変化も捕らまえて、それを歌に読んできました。花鳥風月から始まって、人々の服装や仕草、表情の変化まで、人が気にも留めない些細な出来事の中に物語を見出してきたのです。ちょっと何をやってるんです。いつまでも京介さんのすねをかじっているわけにはいきませんからね。おお、石川君、これは歌を読むのが歌人であるならば、探偵が読むのは現場ということになりましょうか。京介さん、なかなか洒落た名前じゃないか。キツツキ探偵所。仕事終えた後のミルクは格別ですね。時に京介さん、浅草の花の屋にいい子がいるんです。今度ご一緒しませんか。僕は結構です。